皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル、今回はガチャを引いていくんですけれども、こちらの筋力ピックアップガチャ と、もう一つ来てるのが、アンドロメダの復刻バージョンなんですけれども、ちょっとね、今やってんのがちょっと音声の収録が最初の方取れてなくて、なんか途中からは大丈夫なんですけど、最初の方が取れてなかったんで、ちょっと画面とね、この声が連動してないところもあるかもしれないんですけど、ちょっとそこはご了承いただいて、まずは筋力キャラピックアップガチャから引いていきます。で、この筋力キャラピックアップガチャは、初回が150個で引けて、2回目が SR1 枚確定で、3回目が、ピックアップキャラのうちから SR が確定するというような内容になってます。で、もちろん一番の狙いは東条ではありますね。ただ、左上にいるマキシマムがなんか3月からのイベントで活躍するぞっていうような感じになってるので、まあなんかマキシマムでもいいような気はします。あと古永なんですけれども、ちょっとね嫌われてる要素はあるんですけども、実はね、結構使えるんじゃないかなと自分は思ってます。最初ね、サクチャレが始まった時もなんか古永いらねえみたいなことを言ってたんですけど、テーブルがやる気デッキなんで、ちょっとねやっぱり、ね、プルヒっていう場面がやっぱり嫌われるのかなっていうところはあるんですけれども、キャラ自体は多分ねそんなにね悪くないんじゃないかなと思ってます。で、あとチカちゃんは持ってるので、もしチカちゃんが出たら上限解放していきましょうというところですね。で、アンドロメダの方は、この3キャラはもうすでに持ってますというところで、一応10連の方ですね、150で引けるので、10連を1回引いていきましょうと。と、あとね、これね、ここにはね、多分乗ってないと思うんですよ。乗ってないと思うんですけど、実はね、タンガチャの方が、PR 確定というような感じになってるので、ちょっと内容を見てみると、こっちのプレミアムタンガチャですね、9回限り PR 以上1枚確定というところになってますので、これは上限解放用に9回引いていこうかなと、思います。思いますっていうか、もう引くんですけどで、一番最初は例によってのチケットの消費になりますかね。なかなかチケット画面いかないですけど、多分ここなんか喋ってたんだな。何喋ったっけもうあんま覚えてないわ。そう、PR 引くときはなんか SR には期待しないで、もう上限解放用と割り切って引いていきましょうみたいなこと喋ったんだそうだそうだ。で、チケットが、PR が5枚あって、SR ガチャチケットが1枚あって、補助券が5枚溜まってるので、これをまあ使っていきましょうと。じゃあまずは PR の5枚を回していきます。で、PR もね、ここは全然期待せずにやっていきましょう。で、出たのは、あ、そうだ、蛇島が出たんだ蛇島が出て、そう、怒り守るが、PR、これでプラゴにできるのかな。で、あとは SR ガチャチケットと、これを引いていって、で、この SR ガチャチケットが終わった補助券のところからは、ちゃんと音声収録できてたんで大丈夫だと思います。で、ここで出たのは、中之島くんも持ってるので、上限解放していきましょうというところですね。じゃあ次が、SR ガチャの補助券もいきましょう。これは5枚溜まったので回していきますと、ポンと金のキラーン、これがね分かんないんだよね。ああ、水鳥か。水鳥もまあ強化はされてるんでいいでしょう。チケットに関してはこんなものかなという感じでしたね。じゃあ筋力キャラピックアップの方から、引いていきますと。じゃあまずは10連ガチャ150個で引けるので引いていきましょう。さて、ここでまずはグググないねでもさ、このさ、金のボールが出てキラーンが出て SR が出るみたいな、さっきの演出と全く同じっすよね。PR の登場、あとは PR 古永、普通の R だけど、チカちゃんの PR が出たね。消防傑くんの PR か。
でアプリの方で一応なんかねひじりちゃんが強化されるみたいなんで、まあ、いつかねそれもサクスペに移ってきてくれればひじりちゃんは嬉しいですね。ひじりちゃんは SR があるので、でどうしてもね球界の頭脳じゃなくてささやきをねもらうのがちょっと大変すぎるんで、あんまりねひじりちゃん使ってないんですけれども、まあそもそも35にしてないっていうのがありますが、じゃあ2回目をいきましょう。これは SR が1枚出ますと。まあグググーポン、うん1枚普通に1枚ですね。あ、マモルくんだ。マモルくんをねどうしようかね、これすげえ悩むんすよね。要はアフロイカリ、アフロイカリはもうプラ3なんですよ。要はアフロイカリをプラ3にするか、普通にイカリマモルくんをレベル上げていくか。で、あと将来的には多分暁大付属も実装されれば、暁大付属イカリマモルっていうのも出てくるんで、そうすると暁大付属のイカリマモルくんを上げていきたいなっていうのもあるから、まあこれは一応取っておきましょう。マモルくんは特に解放させることなく、で3回目ですね。これは4キャラのうちから1人出ますと。まあ、次のイベントで活躍するマキシマムとかでもいい気はするんだけど、これまたあれだね、金のボールのキラーンパターンだね。さて、おお東条だ、よしよしよし。まあ東条も全然嬉しいな。まあ、ちなみに東条の挑戦状はもうあの金箱は回収したんでいいっちゃいいんですけど、よし筋力キャラ東条が出たのはでもかなりでかいな。あとはじゃあこのままアンドロメダのタンガチャ9回に行きましょう。これは1回ずつ引いていくケースか。まず1回目、グググポン、うん、あそこがね赤くなればねいいんですけど、嵐丸、2回目、あ書いてあるじゃん2回目って、うんサクサクいこう。嵐丸もね上限解放すればやる気効果が発動してくれるんで、それはでかいっすよね。ここら辺はもうサクッといきます。サクッと大西、次が4回目。あしまった何にも見ず飛ばしてしまった。嵐丸多いな。嵐丸大好きっ子だな。スバルが出ないね、暗黒スバルが。あ、暗黒スバルはな、ただもうプラス1にはなってるから。あ、虹玉が出た誰だ。おお大西か。いやーでもこれで SR が出てくれたのは嬉しいな。まさかまさかのグググポン、うん普通か。嵐丸マジでマジでスバル出ねえな。あもうここまでくれば別にいいんだけど、むしろね嵐丸がいっぱい出てくれた方が嬉しい。ここまで来たら、うん嵐丸いいね。嵐丸くんいっぱいいるよ。ググポン、うん嵐丸大西か結局大西と嵐丸しか出なかったし、まあ、別にいいんだけど。じゃああとは、まあ、150個で引けるんでこれを1回引いていきますか。パワーストーンもあるんで、じゃあ1回ガチャリますと。んこれはやはり何も出ないか。まあ、さっきのね、タンガチャで SR が出たんで、まあ、それでよしとしましょう。嵐丸、いいね、嵐丸。カマカリが PR 出たな。よし。お、嵐丸、いいね。
やはり嵐丸だな。時代は嵐丸だな今。というような感じになりましたと。じゃあちょっとここから嵐丸くんをね、解放させていきたいと思います。じゃあ今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。